はい、今日も納屋の2階に来ております。今日はね、こちらにいるインドホシガメの2匹を温浴させていきたいと思います。まだね、うちに来てから1回も温浴したことないんで、もう今日ちょっと寒いんですけど温浴をしていきたいと思います。納屋の2階のこの石油ストーブの前で温浴させていくんですが、その前にちょうどね、お迎えしてから2ヶ月経ちますんで、身体測定を先にやっちゃいましょう。で、冬場はね、温浴とか身体測定するときに結構ね、室温が寒くなってるんで、あまり寒いとね、もう亀たちも弱っちゃうんで、必ずね、私はこういうストーブの前とかで温浴とか身体測定をやっています。もう石油ストーブはね、結構強いから、あまりね、この石油ストーブから近くに置かないようには気をつけてますね。よし、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあまずはオスのジョルノ275で、次がメスのジョリーンね、155。はい、で次が校長、はい、ジョルノ11センチ。おお、大きくなったね。結構食べてたからね。はい、次ジョリーンね、 8.7。 2匹ともね、順調に成長してますね。いい感じです。じゃあ次温浴いきましょう。うちはね、冬に温浴する際には必ずね、こういう石油ストーブの前でやってます。これだったらね、湯冷めしないからね。もうこの石油ストーブの周りあたりはね、まあ、大体25度から27度ぐらいになってますね。このすぐ前はね、もうかなり暑すぎるんで近づけないように気をつけてます。まあ、大体30センチは離すかな。これだとちょっと近いね。これぐらい離れてないとね、カメの体内がじわじわと熱でやられちゃうんで。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあこのストーブの上の夜間のお湯を使います。ちょっと熱すぎるんでね、水でぬるくします。よし、こんなもんでいいでしょう。じゃあ初温浴いきましょう。はい、ジョルノ、はい、ジョリーン、ほらね、またこの100均で買った杓子でお湯をかけていきます。ほら、気持ちいいね。水がかかるとね、さらにこの甲羅の模様が綺麗に出てくるよね。最近はね、このちっちゃいメスのね、インドホシガメジョリーンがね、結構餌食いが良くてね、もう本当にこの大きいジョルノよりね、食べてるぐらいですね。もしかしたら抜かれちゃうかもよ。いいですね、汚れが浮いてきましたね。まあ、2匹ともね、ケージの中の水場によく浸かりに行くんで、そんなにはね、汚れてませんよね。まあ、あと施工にたまに霧吹きでね、水をかけてあげてるんで、まあ、そんなにゴシゴシ洗うほどではないですね。じゃあ復興もちょっと見ていこうか。あ、ちょっと汚れてるか、少し汚れてるな。歯ブラシでやっていこうか、軽くね。でもこのジョルノは立派なオスだよね。もう尾っぽが全然違うもんね。よし、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。今日はね、メスのジョリーンでお別れしましょうか。それじゃあ皆さん、またねー。はい、もうちょっと疲れな。